相手の昭和46年生まれ49歳高橋豊です。血圧が安定してきました。昭和34年生まれ山根幸男です。やった安定っていいですね、すごくね。いいよいいよって先生言った先生がですかまあその他はね、なかなか安定しないものがね、まあ、山根さんも私もありますので、まあ、私はもうずっと私不安定というか、タイトロープの上をこう時々落ちて、バランスっていうんでしょ、バランス、どうも俺バランスが悪いんですよなんかね、今あれですよ、あの肩に今寒い金属が入ってるから昨日からすごい痛い。でもなんかまっすぐに線をね、はい、フリーハンドで引くとか、うん、シールをまっすぐに貼るとかっていうのは結構難しいと思わない？難しい難しいよね。どうか俺一時ね、剣道をやるよって頭殴られすぎたんからそんな平行感覚保たれてる剣士はたくさんいますから。そもちろんもちろん、はい、冗談ですよ、冗談ですからね。この山根少年が言うことはね、冗談がほとんどでございますんで、バランスが大事だということで、人生バランスが大事という、はい、ダブル言ってもいいですか？ダブルいいですよ、はい、中年ギター小僧さんからいただきました。還暦の中年親父です。ダブルで思い出すこといろいろございます。今回は私、お好み焼きのそばのダブルについてちょっと。そばダブルね、ああ今日俺言おうと思ってたんですよ、おばちゃんそばダブルでね、そばダブルね、うん、はい、学生の土曜日の昼ご飯などで地元のお好み焼き屋さんに友達みんなで食べに行っていました。育ち盛りの僕たちは肉玉そば、豚肉のバラ肉と卵とそばを注文しますが、そばをダブルで注文するには小遣いが少し足りない。いつか大人になったら野菜とそばのダブルを食べようと思ったものでした。ほう、ちなみに自分で焼いたトリプルの写真をお送りしますっていうこと。食いすぎですね。ダメ。でもやっぱ大人になってあんまりそういう値段のことをこう気にせず頼めるっていう瞬間ありますよね。これはつくづく思います、うん、同級生なんかと居酒屋に行ってた時の、はい、もう本当にこういう会話ありました。もう数年前ですけど、もう十数年前かな、はい、学生の時はですね、もう財布の中に何本残っておるかっていうのを見ながらね、注文するわけですよ、うん、あと何杯飲めるかとか、そうで、どうやったらいいか、チューハイならええか、半分ずつするかとかっていうんだけど、でもそのもうね、役付きになった同級生なんかの時、はい、もう今何も気にせずになっつってから、うん、しみじみと飲んだことがありますけど、ね、はい、あのウニ、ジカとか書いてあるところではそんな風にはできませんけどね、うん、まあそういうところはいかない、まあ、山根さん、ラクダの写真来たよはい、どうぞ、はい、ラクダの写真、ゆうの猫さん、岩国市の方、60歳でございますけども、先週の終わりの頃に山根さんがラクダに乗ってる写真があればと言っておられたので、あった気がするなと思って探してみました。父が旅行に行った時の写真です。鳥取砂丘です。多分母がアルバムに書き込んだ字だと思いますが、鳥取の字が鳥になってまして、全然いいですよ、うん、ラクダのモデル料金が書いてある。1人30円、だから乗る料金じゃなくて写真でしょ。写真撮るだけで30円撮るの？ハワイに行ったら知らん間にオウムを肩に乗せられてあるじゃないもうその聞いたことがあるそういう話本当ありがとうございます。素晴らしい写真ですね、ありがとうございます、はい、ホームページアップしますんで、お父さんのこの帽子がいいね、ベトナムの方なのみたいな、いや昭和だよ、本当昭和の団体旅行って感じがするんじゃないですか。昭和30年代の写真ってなんか哀愁があるよね。なんかこの今では再現できないような、うん、これ、はい、レコードジャケットにしてもいいぐらいのなんか俺クオリティだと思う。その例えば鳥取砂丘の、はい、なんか宣伝ポスターの中でもこういう写真、あえて白黒とか使ったら、うん、それを懐かしいと思う人もいるかもしれませんしね。さあ、まだ時間あるの？いやもうギリギリかな。ダブル台風じゃなかったの？ダブル台風も来てんですけどね紹介するまですっごいあるんよ。V3 のダブル台風言いたいんですけど、曲も用意したんですよ。ダブル台風を今日ずっと語るんだろうなと俺思ってたんです。1号と2号の、ね、合わせたで V3 のね、はい、そうですよ、ね、なぜあの2つ回ってるかさ、1号と2号の力と技なんです。すごいよね、なんかコネとカネみたいなもんで、なんかその最強ですね最強ですよ